あれ？なんか忘れ物な。まだあれいっぱいあるでしょ、笹っぱ。え？はい。全然選んで取ってねえな。まあ、とりあえずさ、これ、これ、はい。笹切りの勉強です。はい。はい。はい。パンダです。すいません。ノリ悪いもんな、お前な。どうしようもない。これまだね、はい、まだ大きくなるんだよな。もっとですか？いやいや、もうバイク、まだこれね、出始めなんだよ。これは大きいね、お前取ったのな。はい。これみんなこういうふうになるから、小さすぎなんだよ。小さすぎねえか。もう、確かに。うん、確かにな。はい。なら、例えばこうあるね。はい。こうあったらもう、そうだな。似たようなやつを重ねるわけだ。はい。な、あまりよろしくねえな、おい。気に入らねえな。同じやつってあるべや。こうやって。ちょっともう一回取ってこい、そこ行って、お前。はい。よし！な、笹切りの勉強会だぞ。いっぱいあるぞ、そこに、ほら。ほら、ほら。下の粉な、この辺からこうやったらパキッと折れるから。はい。ほら、簡単に折れるでしょ。はい。な、若いやつは。まだ小さいけど、今これから伸びるんだ。ああ、なんぼでもあるからこうやって取ってきてさ。あら、折れねえの、あるの。小さかったら小さいように使うから。はい。よし。随分ピンク似合うじゃん。お前ピンク好きなの？はい。お前どうしたの？これに近いんじゃないの？いやいやいや。気持ち悪いぞ。お前こういうのあるの？はい。同じようなのちょっと持って。はい。同じようなやつない？こう似たような。あ、似てるべ？はい、似てますね。まあ、3本ぐらいで、まあ、とりあえずな。はい、素人だからよ。はい。まあ、とりあえずこれ邪魔せんけど。な、ない、こうちょっと置いといて。なんでか！だったらよ、これをこうやって、こうやってこう重ねるわけだな。はい。これはちょっと究極すぎるか。もうちょっとランク低いのやった方がいいかな。どうだ？ちょっとランク高いか。こうやって。もう外だから気持ちいいでしょ。どうだ？こうやってほら。ほら。てーてーてーてらたたたたたらたたらら。デボも使いづらいな、お前。こういう感じだ。で、こういう感じに、こうやってみんな切っていくわけだよ。こっちもこうやって切るわけだよ。な、こっちは。3枚。だから同じやつが欲しかったわけだよ。わかる？はい。それかっこいいだろ、3枚ともが。わかる？ちょっとランク高いな、これな。そうもねえか。はい。おなるわけだ。だから俺なんか若い時外で練習したんだ。外で練習したらお前何倍でもこれ捨てられるだろ。そう思わないか。はい。失敗したかな。ちょっと失敗したかもしんねえな。失礼。もうこれでいいよ。で、これは一本一本がほら絡んじゃってるよ。愛の参加だな。愛の参加って知ってる？なったな。お前髪の毛触ったらお前の手が髪の毛に絡むんだ。知らねえべ。どうなってんだこれ。ほらこうだよ。ほら持ってごらん。これちょっと包丁面が入りすぎてんな。どこ行ってほら。七夕だよな、こういう風になる。はい。3つともな。ちょっとレベルが高いな。だからレベル低いのでいく。はい。したらおめえの場合は、はい、こうやってやってさ、よく見とけよ。今の3枚通したけど、こうやってこうやって1枚ずついくから。よいしょ。ほっ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 な。でこれもこっちもこうやってやるわけだな。な、これは基本的にさ、
こういう切り方の方がな楽しいだろ。せっかくのお前さっぱの映画ついてるんだからさ、ほらな、さっきのはさ重ね切りしてたけど、どうだ、これでいいじゃん。ほら、3つになったね。ほら、はい、ほら、こういう感じだよ。で、こういうのをこうお前、魚にな、こう刺してさ、例えばこう、こうやったのを魚のところに刺してこうやって盛るわけだよ、こうやって。かっこいいだろ？はい。ぜひやってください。はい。ぜひ。もう2枚でやってみるか？はい。な。はい、うちの孫がやります。はい、お願いしますよ。どうだったっけ全部切れるどうしたのお前ここ離れてるからおかしくないか、それ離れて、まあ、離れてても切るかこれ離れてたら切れねえだろ、バカ野郎、もう離れちゃってんじゃねえ、これどうして離したんだよ、こうだべ、こうやってほら、おかしいな、こうだべよ、なんでここ切るのよ、こうだべ、ほら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 、できるでしょ、ほら、なんでもほらほら、新しい、え、新しいだ、なんだお前、すべて新しいんだから、ほら完璧でしょ、ほら、お前切らないで、お前たった2枚だから、お前そこの3枚切ってみて、ほら、え、お願いします無理か、やっぱり一回、はい、その方が簡単なんだよ、なあ、めめ、どうだったっけ、ちょっと難しいかなやば、どうだったっけな、ここから、かゆい、虫除けのスプレー持ちてるか、あえ、あああれた空、そよぐ風が港寺、おお、これほら、すいません、完璧だ、ほら、はい、さらで、あ、猫が逃げてた、どうだったっけ、逃げてるんだな、猫も逃げてる、あ、どうした、どうした、どうしたね、それどうだ、なんだこれやわお前の作品か、はい、こうだろ、はい、ほら、このカーブが難しいんだから、ああ自然にこうカーブをつけていくんだよ、自然に テクニックな、ピッピピ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 ピよく見ててくださいね、はい、こうやって切る、はい、こうやって切る、こうやって切る、これはただ忙しく切るだけだよ、ほらな、こうやって切るんだ、タタラタタタッと戻してきた、お願いします、これ何、これ余計なものついてるの投げることだな、こんな感じだよ、はい、あ、ただ次お願いしますよ、はい、ただ次はできねえんだもんな、したらむしってやるか、こうやってむしってバキッバキッとこうバキッとむしるべ、はい、な、ほんでちょっとすいませんね先生な、はい、本当はささ切りのね包丁って出歯あるんだよ、小さい出歯、本当は柳でやるもんでね、もうちょっとねちっちゃい出歯あるんだよ、そういうのでやるのさ、
でね、ちっちゃいレバーでこうやって持ってやるもんなんだ。こうやって本格的にやるときはな、こうやってやる。このレバーでかいからさ、なこうやって持ってやるんだよ。こういうのをこうやってこうやるよな。わかる？これ今度ちっちゃい笹切りのレバー買わなきゃだろうな。あった？はい。あ、そしたら君の場合はさ、はい、これでちょっとやってみてくれる？ほら、これね。はい。あ、今の一面置いといてやってください。でこう、はい。自分の方を押さえてやってごらん。タイム。はい、だからこれをな半分に切ってやればいいんだよ、こうだから。でこれを見てやればできるってことだよな。そうだろう？はい、お願いします。はい。ささぎりの勉強も大変だ。な。いや難しい。これ本だよ。ぼーっとしてね、飴なんか食べてる場合じゃねえんだよお前。修行というものはそういうもんなんだ。赤い野郎、車の免許取るよりは難しいんだぞ。はいはい。おーできた、えらいな。なんだと、うん、まれ乗っけてみるちゃんと。はい。もうそれ使えると思うか。基本はこれだからな。ちょっと待ってよ。こうでしょ。はい。これなんでこれ宇宙人かこれ。宇宙人。どうやって切ったのよこれ。だからこうやって切ればいいんだよこれ。こうだから。はい。え、もう一回。お前山の中にこもれ。ほら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 へんが。下手くそなのよ。ドラドラいいか。はい。一応これ投げてな、切りするぞ。見てるよ。はい。ドラお前一緒にやるか。な。はい。よし。うん、はい。で勝負。はい。チャンチャタンチャタンチャチャン。チャン。遊んでんじゃないよ。はい。一発目いきます、はい、こうやってビッとこう包丁切る。噛まないよお前。切れねえのか。もう切れてねえだろ。おかしいな。でもここだ。え、こうだよ。違うんだよ。おお、ちょうどちょうど。大丈夫。もう一発こうビッと。おかしいな。でもう一回こうだろ。はい。ビッとこう。こういう形になるわけ。でまた今度こうピッとこう切る。でまたこうピッとこう切る。なまたバーだ。またピッと切る。でまたまあこれからよな。またまあこれから丸くするか、気分的にな。こういうふうにするとか。おおいいね。で今度こうピッ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 そうってな。そうそう。おお上手上手。ああ上手だね。であとここのところこうやってな、こうやってピーッ、うん、でまたここのところまでピーッて切って、え何やってんのお前。
どこ来てんだ。やっとこのままピッと出来上がるんだよ。ほら綺麗だね、これ綺麗でしょ。この天気いいじゃない。お前のはもう何なんだお前、これどうなってんだよ。これは俺教えただろ、こうやってお前の頭の中はこういう形なんだよ。おかしいな。どうやって教えようかな。多分こういうことなんだよな。先生が教えます。はい、皆さん見ててください。こいつはどうしてそういうふうになるのか。こうだべ、はい、こうあった時にこうやって切りました、はい、でこうやって切りました、こうやって切りました、こうやって切る、したらここギリギリちょっとかけて切るのよ。意味わかる。ちょっとここに乗っけて切るわけ。切る、うん、したらこうやって切ればほらほらな。だからおめえのみんなこれ取れてねえのさ、これ、これほら、ああな、俺教えたようにお前切らさってるんだけども、これつながってるのよ、ここ全部な、はい、じゃないかなと思うよ俺は。な、ほらこうやってやればもう治るから、ほらな、ほらな、職人はお前のやつ直せるんだよ。大体直ったでしょ、はい、だからお前の場合は悪いわけじゃないんだけど、まああと5年ぐらいかかるな。えその包丁技を使うにはな、ほら直ったでしょ、だいぶなんとか、はい、だから今の感覚、はい、分かるかな。今の言ってる、今の俺言ってるの分かるのかな。乗せる、うん、だってお前ここ例えばさ、例えばこうやってこうやって切ったらもうこれ繋がるに決まってんじゃん、こうやって。ああ、はい、え、だからちゃんとこうやって切った場合にはさ、こうやって切っていくのに当たってはさ、こうやってやっていかなきゃならないわけでしょ。はい、だからこうやって繋がんないきね、もしこうやってやって中途半端に切ったらほら繋がってるのか。ああ、ほら、はい、繋がらないように切るんだよ。わかる。はい、わかんないだろうな君は。繋がんない。はい、やるらしい。繋がんないように。うん、繋がんねえ。あ、意味わかった。わかった人手を挙げてください。はい、あ、俺のビール。おお、じゃあそれは上手だよ。俺はここまで仕事お前教えたことないけどな。うん、できねえだろ。勉強です。もうそれ全部長いと思うよ。な、孫、うん、まあ笹はいっぱいあるからいいんだけどさ、だから山にこもってやれ。どうだったっけ、まあ分かるかな。分かんないだろうな。なんだこれ、ん、うん、眠たくなっちゃうでしょ、うん、気持ちもね、外の空気ね。どらお前それお前なんだっけ。虫みたい。虫お前なんだお前それ。お前小学校3年生のお前今な、これな、はい、とりあえず5枚重ねたから、はい、本当は最高記録10枚重ねてやったことあるんだよ。10枚、当たり前だよ、10枚だよ。包丁みんな切れねえな、お前。ほら、できた。バシッとほら、全部取れるにしないと、切らないと。ほら、違うか？ほら、
ランプだ、ほら。いかがでしょうか。こういうふうにできるようになってもらいたいな、私は。同じものを50枚切れたら、大体3分以内で切らなきゃダメなんだ。50枚3分。それが職人よ。そしたらお前、そしたらもう一回3枚だけ重ねて切ってみるか。うん、3枚。ほら、1枚2枚をちっちゃくしたこのやつみたいに。できるか。ちょっとちっちゃいな。なんぼでもあるからさ、さあな。うるせえな、太郎。こうやってこれをこうだから、お前自分で重ねて切れ。な、終わった。いべえ、これ、はい、もういらねえから。あ、なんぼでも切って練習してくださいでしょ。なんぼでもあるからな。ハロー。うん。三回かな。またくっついてる。うん。くっついてるの。ふう。大丈夫。どこがくっついてる。これ君の傑作作品か。下手なやつを見本にしたらもっと下手になるだろう、お前。え、どこ行った最高のお前傑作。みんなどこ行っちゃったの。まあいいや。投げちゃったのかな。これだな。分かりやすいか、これ。ほら、あ、ん、だら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 半分に切ってやる。これ半分にすればいいんだべ。違うの。はい、うん、こうやって切ればいいんだべ。こう切って、あー、ん、そんなに難しいかね。そんなに難しいかね。一番原価のかからない修行だな。一番原価のかからない修行。助かるな、俺はな。なんか盛り上がってる。盛り上がってる。なんかもっこりしてる。なんか、え、うまくいった。お前毎日目山入って練習したらどうだ。どれどれ、はい、最後狙うも早くやんねえと、お前。え、できるか、こんなもの。こうだろ、はい、最後だぞ。まあ、あとは自分で考えなさいよ、お前。出番がいいな。こうやってブーッと切る。あ、ほら、できた。ちょっと時間かかりすぎだな、うん、お前じゃねえけど、伸びてきてるべ。ほら、ほら、トランプみたいにできなきゃダメなんだ、こうやって。違う、ほら、
いいかな。お願いしますね。はい、終わりました。はい、こういうふうに早くできるようになったらいいね。今度鶴亀、鶴何でも作ろう。鶴亀、はい、お願いします。時間かかりそうだよ。ギリギリです。ここにまな板持ってきて、そこら中の笹だらけだ。できるまで練習しなさい。はい、分かった。はい、ジャッキーチェンが言ってるから。じゃあ飲み直すで。飲もうぜ飲もうぜ。